はい、タンタンです。今日はちょっと珍しいテレキャスターをご紹介します。こちら、ギターリクスっていうブランドなんですけれども、80年代の終わりぐらいですかね、今はギブソンジャパンの、社長ですか。で、もともとフェンダーのマスタービルダーなんかもやってた岩鍋さんが、起こしたブランドで、結構その辺非常に当時から評価の高いこういったカスタムビルドの、フェンダースタイル、主にやっぱりテレキャスタースタイルよりストラトのスタイルの方をよく作ってたような感じはしますけれども、まあ、その辺を、作ってて、まあ、それをこの辺のやつが評価されてやっぱりマスタービルダーの方に、岩鍋さん行ったようなので、まあ、かなり出来はいい楽器じゃないかなと思います。でちょっと音の方はですね、した感じしすぎない、ちょっと枯れた雰囲気の、なかなかいい雰囲気味わいになってる音の感じじゃないかなと思いますね。で、これ見てもらうと、まあ、カラーは、この当時これまあ52年から4年ぐらいのねブラックガードの、テレキャスターを、再現してるんですけれども、いわゆるバタースコッチブロンドではなくて、これナチュラルですね。結構焼けているんですけれども、これナチュラルカラーになっています。でピックガードもちょっと厚めで、もしかしたらこれベイクライトかもしれないですね。ちょっとはっきりしないですけれども、プラかベイクライトかちょっとなんとも言えないところですけど、ちょっと歪んできてるんですけどね、うん、なかなか雰囲気のある、ピックガードかなと思います。他ねパーツなんかもおそらく交換しているところはないようなので、非常にオリジナリティも高いですし、フレットもそうだな、どれぐらいでしょう、多分オリジナルのままですけども、結構ね山は残ってますね。ちょっとこれだな、これ多分7分山かもしかしたら8分山ぐらい残ってるかもしれないですね。あの50年代風のちょっと細めのフレットではあるんですけれども、しっかりと山があるので演奏性も非常に良いんじゃないかなと思います。でメイプルシバンのね、よく塗装が剥がれたりとかっていうのもなさそうですね。そうですね、もしかしたら塗装指板の上はちょっと何とも言えないですけども、一回吹いてるのかもしれないですけども、ちょっとその辺はっきりしないですけど、まあ、かなり綺麗な状態であるのは間違いないかなと思います。ということでこんな感じで、まあ、非常に使いやすい、ギターだと思いますん で, でなおかつそういった事情もあって、非常にこの辺なかなか珍しくて、最近ものも出てこなくなってますんで、こういった、まあ、フェンダーとは、ね、またちょっと違う、味わいのテレキャスター、国産の、ね、テレキャスターなので、お探しになった方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなとやっぱり思いますんで、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。ということでギターリクスのテレキャスターですね、ヴィンテージスタイルのテレキャスター、こちら販売しておりますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。